はいどうもみなさんこんにちはアキトです。本日は NTT 株価の分析を行っていきたいと思います。で、現在 NTT 株価の1時間足のチャート画面を表示しているんですけれども NTT 株価自体先日決算が発表された後にこのように大幅に下落が発生して現在は短期軸でレンジ相場を形成しているような形になります。で、この辺りの底の価格帯が意識され始めているので1本平行ラインを付け足して見ていくんですけれどもこのような形で現在151.4円の平行 ラインが意識されているようなな形になりますで短期軸とかで見ていただくと分かりやすいので30分足でチャートを見ていくんですけれども30分足だと現在このようにトリプルボトムの形が意識され始めていますなので明確に151.3円のこちらの平行ラインで反発して高値を更新してきた場合というのはこのトリプルボトムの形に当てはまってきますのでここから上昇トレンドが発生しやすい局面になっていくんですね なので、ここで反発してくれば、絶好の買い場面になってくると思いますので、本日は NTT の買いポイントの部分の解説であったりとか、こちらのここからのシナリオ分析を行っていきたいなと思いますので、必ず最後までご覧ください。で、私の運営している YouTube チャンネルでは、株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画を投稿しています。ファンダ分析に関しての情報も定期的に配信していますが、私自身チャートを見て相場を分析するテクニカル分析を6年以上研究してきているので、 このチャンネルを通してですね、テクニカル分析によって利益を出す方法を視聴者さんにお伝えしていければと思ってます。また、YouTube チャンネルとは別で、公式 LINE というものも運営していまして、公式 LINE では YouTube では公開できない利益に直結する無料コンテンツを複数提供しているので、必ずですね、概要欄の URL から公式 LINE の登録を行っていただければと思います。 で公式 LINE を登録すると具体的にどういったものを受け取れるのかというと株式市場で利益を出すテクニカル分析のキスマニュアルを完全無料で配布させていただきます。 で本来は有料で提供させていただいているようなものになるんですけれどもこちらの概要としては月100万円以上の利益を安定的に狙うことができる短期取引手法をまとめたマニュアルになっていて実際にこのマニュアルを手に取った方たちからはこのような利益報告をたくさんいただいていますので必ず概要欄から公式 LINE を登録していただいて 国からル分析のキスマニュアルを受け取っていただければと思いますし他にも利益に直結する限定情報公式 LINE に登録すると受け取ることができるので繰り返しにはなりますが概要欄から公式 LINE の登録をお願いしますねでは早速本題の話に入っていきたいと思うんですけれども冒頭でもお伝えしたように NTT のチャートの値動き自体このダブルボトムの形が意識されていて直近の高値を更新したポイントで私自身をカイエントリー入れていきたいと思ってますでここまで強い売り圧力がかかっているので まだまだ下落が発生するんじゃないかと思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども MacD の値動きとかを見ていくと MacD が切り上がり始めているのに対してロースクールの値動きは 切り下がっているんですなのでこの辺りで逆光の値動きが発生していますので意識されているラインを上抜けしたところで上昇というのが発生しやすいんですなので新規でエントリーが発生しやすいということはこの後は上向きの相場展開になっていきやすい傾向になってくると思いますので157.5円の平行ラインを上抜けしたポイントで私自身は下エントリーを仕込んでいきたいなと思いますで微妙になんですけれども基本この価格自体も若干切り上げながら相場の方が動いていますのでこの辺りで反発してくると 本当に上昇がが強くなるるというのがそれを始めるんですねでちょっと時間軸を切り替えて4時間足とかでも見ていくんですけれどもトリプルボトムの形は肯定されるような形になりますので今沿線が続いているような形にはなるんですけれどもここで1本陽線が形成されてそれが継続的に発生してくれば大幅に上昇トレンドが発生してくるかなと思いますで最近はこのガンマというインジケーターを表示させていただいているんですけれどもこのガンマはトレンドが強くなった時に広 幅が開いてトレンドが横ばいのチャートであったりとかそこまで強くないトレンドの動きを発生させている時はこのように細くなっていますでもう一つガンマの特徴がありましてこの意識されているガンマがこのように動いていくのに対してこのガンマを上抜けしてくると強い上昇トレンドが発生してくるんですでこの動きは過去のチャートとか見ていただいても分かるんですけれども意識されていたガンマがこの辺りで推移していてこのガンマが抜けた後に大きく上昇トレンドが発生しているんです で、他の部分とかも見ていくとわかると思うんですけれども、このあたりもガンマが上抜けした後に大幅に上昇トレンドが発生しています。なので、先ほどもお伝えしたように、高値更新のタイミングで回エントリー入れていただければと思うんですけれども、この高値更新するということは、おそらくこのガンマも上抜けしてくることになりますので、一時的に上昇トレンドが発生しやすい傾向のチャートになっていますので、今は絶好の買いポイントだと思っていただければと思います。なので、回エントリーに関しては、先ほどお伝えしたように、 円あたりで買いエントリーを仕込んでいただいて利格に関してはひとまず直近の高値であるこのあたりの価格帯まで利益の方を目指していただければなと思いますので上の青の平行チャンネルのミドルラインあたりまでは利益の方を伸ばしていただければと思いますでこのあたりで一旦利格していただいてまたここからの値動きについては来週の分析で解説させていただければなと思いますので引き続きチャンネルの方を視聴していただければと思いますしお見逃しのないようにチャンネル登録と高評価 もよろししくお願いしますでここを下抜けした場合というのはさらにそこの角帯まで下落している可能性が高いのでその場合は。 133.6のこの辺りの平行ラインが意識されてくるんじゃないかなと思いますなのでこの場合の下抜きした場合というのは結構トレンドの動き的にも難易度が難しくなってくるかなと思いますのでその場合はまた緊急で動画の方を撮影させていただければと思いますでは本日は NTT が絶好の買いポイントが訪れたということで具体的な買いエントリーポイントであったりとかガンマの見方についても解説させていただきました何かトレンドの動きで わからないことであったりとか、インジケーターの使い方で、こういったところを知りたいというところがあれば、公式 LINE の方で聞いていただければお答えしますので、ぜひとも概要欄から公式 LINE の登録をしていただければと思います。で、先ほどもお話ししたように、公式 LINE では YouTube では公開していない限定の利益が狙えるコンテンツというものを無料で配布していますので、ぜひとも概要欄から公式 LINE の登録をしていただければと思います。では、本日も短い動画となりましたが、最後まで動画をご視聴していただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。